OL として働くとして、どのような職業をやってみたいとか。営業のお仕事なんかちょっとやってみたいなというふうにも思っておりますけど。営業ですか。さあ仕事なんか楽しんじゃん。大人のためのエナジー、キレートレモンエナジー誕生。キレートレモンエナジーの CM キャラクターを務めます篠原涼子さんです。篠原さんからこの新 CM の見どころとか、あと何かポイントがありましたらお話しいただけますか。そうですね、今回はですね、働く女性というところをキーワードに決めてみたので、はい、ファイルを持って電話に、ファイルを持ったりとか電話に追われたりとか、はい、そういうようななんか仕事を前向きに楽しむ姿に注目してもらいたいなっていうところで、今回はやらせていただきました。 OL として働くとして、どのような職業をやってみたいとか。そうですね、私はどちらかというと、はい、結構皆さんとお話をしたりコミュニケーションを取ったりするのが大好きな方なので、営業のお仕事なんかちょっとやってみたいなというふうには思っておりますけど。営業ですか。そうですね、営業関係のお仕事で、はい、いろんな方々とコミュニケーションを取って、なんか自分を確かめてみたりとか、なんかそういうのをちょっと経験してみたいですね。すごい成績を上げそうですよね。いやいや、そういうところも楽しいですよね。はい、はい、ね、いつまでもですね、綺麗な篠原さんにとって何かこの女性らしさを保つ秘訣をですね、はい、教えていただきたいと思います。そうですね、はい、女性らしさを保つ秘訣、強いて言うならですね、はい、常に、笑顔出てまいりました。エステに行ったりとか、なんかこうお肌をきれいにするってこともやっぱり年齢を重ねれば必要とは思いますけれども、はい、何よりも一番大切なのは心からにじみ出てくるこの笑顔っていうのをやっぱり自分も学んで大切にしていきたいなっていうふうに思ってますね。ポッカサポロフード&ビバレッジ株式会社の働く女性の皆さんとともにですね、はい、篠原さんに日本中の働く女性たちに向けてこちらで、はい、一言いただきたいと思いますので。かしこまりました。仕事なんて楽しんじゃえ。ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。